ディープフェザー級5分3ラウンド、広田水戸 VS キム・ギュファ。広田にしてみれば、橋本さん、はい、まあ絶対に勝っておきたいというか、そうですね、こうなった以上はね、はい、当初予定されてた対戦が流れちゃったわけですけれども、はい、まあ大晦日試合決まるまでは秋ぐらいには実家帰りますなんて言ってたんですけど、そうだったですか、はい、でもやっぱ出てきたっていうのはディープファイターとしての、まあ、責任感とかもあるんですかね。共に黒のトランクスです。赤く髪を染めているのが広田、黒い髪がティム・ギュファです。まあ、三崎さん、ここはモチベーションという意味でも選手は大事になってくると思いますが、そうですね、広田選手はもう強い選手としか試合をしたくないと言ってますからね、はい、やっぱり今勢いのある選手、韓国選手ですね、A はい、対戦をいけたんじゃないでしょうかね。キム・ギュファにとってみれば怖いものはもうないわけですね。そうですね、ただ広田選手 の安定感は非常にありますから、はい、今打撃を返したところで埼玉スーパーアリーナややどよめきましたが、まずは立ちの攻防です。広田選手体つきいいですよね、切れてますよね、はい、やっぱりフェザーに落としてから減量慣れっていうんですかね、フェザーの体に慣れてきたっていうのもあるみたいですね、サッパー。ここは打ち合いに持ち込むか。オーソドックスなスタイルのキム・ギュファです。広田もここはじわじわと間を詰めつつも突きを伺いますが、右のストレート、キム・ギュファ画面奥です。手前が上に乗っかるか、しかしここは立ち伸ばします。いや怖いですね、一瞬でしたね。橋本さん、今本当にここなんか韓国の選手は分からないんですよね、突然とてつもなく強い人が出てくるんですよね、やはり先ほども代表が出てまいりましたがロード FC、 一つこの存在というのが大きいですかね、三崎さん。そうですね、今韓国人の選手もう全体非常に皆さん強いですね、はい、おっと左右ここは連打。ただ今ので橋本さん、広田ももらった分何か目覚めるものがありますかね。そうですね、ただまあ熱くならないのも大事ですよね、はい、おボディーが、左のボディーが入りました、鈍い音。5分3ラウンドで行われます、後半戦に入りました。ファイティングロードプレゼンツディープドリームインパクト2014大阪スペシャル、また右、いいですね、キム・ギュファの何かパンチが的確に入っていきますが、また左です。その柔術、そしてテコンドーというのがバックボーンにはあるわけで、キックボクシングもこなすというこのキム・ギュファ。右のローです。ミスター入り込んでいく、まあ、やっぱ試合決まってから間がないんで、体もきちんとできてはないとは思うんですよね。練習もどこまで十分にできてるかわからないんですけども、それにしてもアグレッシブにいきますよね、まさにもう怖いものはないんだというキム・ギファ。三崎さんもこの手数をもらってから強かった選手ですけれども、広田選手はどうですか。まあ、なるべくなら、ね、もらわない方がいいんですが、うん、ただ、まあ、広田選手もう落ち着きを取り戻してきていると思いますので、はい、ただこのキム・ギュファ選手強いですね。左のジャブ、あまり今のもタックルに行けそうでいかなかった広田。男も左、左は効果的にここはいいジャブです ね連発で当てていきます。広田選手にしてみたらキム選手の情報とか映像とか多分ないと思うんですよね。そうでしょうね、その辺も含めたやりにくさはあるかもしれないですよね。三崎さん、そういったあたりですよね、あとはね、情報、そうですね、今1ラウンド目でいろいろ情報を探っているところだと思うんですよね、はい、そこにパンチをもらってしまったというような感じだと思います、まあ、ですから実際橋本さん、もらってはいますが、食らっているかどうか、ダメージがどうかっていうのはまだ分かりませんね。そうですね、まあ、倒れてるんでフラッシュダウンなんでダメージなくはないと思うんですけどね、はい、なんとキム・ギュファ選手は来日した時2キロアンダーだったという情報も入ってまいりました。これは基本的に軽い階級の選手ですね。そうですよね、はい、65.7 キロがディープフェザー級、
髪をピンク赤に染めているのが広田、画面手前がキム・ジュファ。残り時間も少なくなってきた。5分3ラウンドの第1ラウンド、川田選手がちょっとずつ自分の形ができてきたかなっていう感じですかね。情報がない中で広瀬選手1ラウンド目様子を探りながらの展開だったと思うんですね。ただ後半戦だいぶその距離感を掴んできて、あの自分のパンチを的確に当ててパンチを避けてというような展開に持っていけたと思うんですね。はい、5分3ラウンドの第2ラウンドが始まります。赤コーナーが広田、青コーナーがキムギフ。立ち上がりは静かに始まったようです。おっと、一瞬の静寂から拳の交わる音が聞こえます。埼玉スーパーアリーナ、この日はいいですね。左で牽制しつつという広田の動き、あるぞあるぞという見せかけのこのアクションから右です。あ、今足をかけてタックルのタイミングも良かったですけどね、上からかぶせていきますが、サイドから蹴った、サッカーボール蹴って上からバウンド、止めました。広田の勝ち。2ラウンド目も非常に落ち着いてましたね、広田選手。何かサッカーボールキック、そうですね、フリッカー気味のジャブからタイミングを掴んで、非常にいいリズムで最後のサッカーボールまで持っていけたんじゃないでしょうかね。ちょっとおどけた表情のこの広田ですが、何か相手を泳がせていたような感じにも結果的に橋本さん見えませんか。そうですね、まあ、ダウンはしましたけど、はい、最後タックルを切ってガブってから相手の頭をがっちり押さえつけてのキックじゃないですか。あの辺の落ち着きとか、はい、変にパウンドよりこれでディープならではですからね、これ、はい、これでやってやろうみたいなプロ意識じゃないですけどね、あったのかもしれないですよね。